三原市大学園は愛知県名古屋市中川区柳森町にある学習障害の子供のための無認可の中学校及び高等学校に相当する教育施設である。運営母体は特定非営利活動法人学習障害児ものの教育と自立の保障を進める会。1990年4月学習障害児のための無認可の高等学校に 相当する教育施設として LD の子供を持つ親たちにより名古屋市南区でスタートした全国で唯一の学習障害の子供のための中学及び高等学校である中学部高等部に加え原則として19歳以上のものを対象とした青年部も設置されている高等部には基礎教養教育課程として1年から3年までの 子供で構成する本家と職業準備教育課程として4年と5年の子供で構成する専攻家がある。毎年秋には学習発表会を兼ねた文化祭を行っている。現在の設置主体は特定非営利活動法人、学習障害児、ものの教育と自立の保障を進める会となっているが、実態は不法立の学園と言える。 LD の子供の教育支援に関する全国大会、全国 LD 実践研究集会を2年に一度主催している。校舎は2004年までは、愛知県刈谷市、伊賀谷町桜島58の位にあり、愛知教育大学のすぐ近くにあった。2005年の春、現在の愛知県名古屋市中川区柳森町1911番に移転した。 校舎の建設資金の募金活動を継続している。東海三県地区の子どもたちが中心だが、関西などから下宿生活をして、ここに学びに来る子もいる。学園の主な関係機関として、自立支援センター、ルック、三原市大学園研究センター等がある。ありがとうございます。